入ったんですけど。今度は声もない。ヨネオ先生。はい、聞こえます。あ、よかった。ね、今、はい、もう一回立ち上げ直して。お待たせしておりまして、ビデオが開始されないですね。そちらの方で何かされてます？いや、特にこちら問題ないと思うんですけど、制限もしてませんし。はい、ちょっと待ってください。じゃあビデオ開始を依頼っていうのをわざとやってみましょうか。あ、なんか大丈夫になりそうな気配が今。はい。まあ、外付けカメラでしたら抜き差ししたらいいんじゃないかってズームの参加者の方から意見ありますけど、はい、いや、インカメラって言いますけど、その辺のカメラなんですけれども、ちょっと皆さんお待たせして恐縮です。どうも。もしあれでしたらお声だけでもラジオみたいに。そうですね、まあ、そうしたら通せざるを得ないんでしょうかね。あとちょっとお待ちいただいたらですね、妻の PC をそれ使うっていう手もあるんですけれども、どうしましょうか。もうやっぱり講演始めましょうか。あ、大丈夫です。しゃべってくれる人は多分いっぱいいますから。では、はい、ちょっと妻の PC を借りていってですね、すみません、はい、待っていただいてください。ちょっとだけお待ちください。はい、それでよろしいですか。はい、なんか私漫才年出てくる。はい、ごめんなさい、私です。はい。はい。まあ、米山先生もね、お料理も妻の手料理が一番のことなので、はい、パソコンもやはり奥様のパソコンの方が相性がいいのかもしれないですね。なんか先生、米ちゃんって呼ばれてるらしいですよ、米山先生。奥様から。みたいな、ちょっと先生の方の、ちょっと見せていただきました。で、自分は何て呼ばれてるかはちょっとはっきりさせてらっしゃる。なんかそういうね。なんか親しみ深いですよね。だから経歴見たらものすごい、もう弁護士でいらっしゃって、家も医学者でいらっしゃって、もう私の見るのも申し訳ないかなというのはすごい経歴。脳みそ分けてほしい。本当ですね。東大行ってらっしゃる。そんなにたくさん独占しちゃって。同じ人間なんです。そう。分け与えるところに幸せを感じていただきたいなと思うんですけど。まあ脳みそもなかなか分割しづらいので、せめて脳みその成果物をね、政治家として皆さんに分け与えていただければなというふうに。また立憲民主の方からですね、はい、今度の、衆議院選の方でお立ちになられるんだと思うんですけれど、はいはい、まだお忙しいところですね。今日もちょっと機会時にいろいろあると思うんですが。そうですよね。しかもなかなか、ね、新潟の有権者がいらっしゃらないところで、なんとこの中にも誰かとはちょっと個人情報なんですけれど、新潟出身の方がいるんですよ。ご本人が手を挙げる分には問題ない。でも本人が今手を挙げてないのできっと秘密なんですけど、やっぱり知事だった頃のことを覚えてらして、お話聞けるのは今日楽しみっていうことを、ね、おっしゃってらしたんで、
はい、そうですよね。本当に自治体は特区によって変わりますからね。そうですか。なかなか奥様のパソコンの方はあれですか。なんかちゃんとパソコンの話してるんでしょうかね。奥様となんか雑談とか盛り上がっちゃったりしてないですかね。どうしましょうかね。あのもしあれでしたら、あの、後半の部分を前半に持ってくるような、そこちょっと指揮者があるんですけど、パートナーズ品川の会多少そうですね、の先生ね、 そちらをしないと後半ちょっと5時までの、ここのそうですよね、5時までで引き上げなければならないので、先生の、お話もしっかり聞きたいと思うんですが、あのちょっと、ね、そうなんですね、少しその、品川パートナーズの会のそちらを先にやらせていただくっていう案はいかがでしょうか。大丈夫ですか、よろしいですか。申し訳ございませんが、じゃあそうさせていただいて、阿部先生もよろしいですか、ご一緒させていただいて、はい、はい、じゃあお願いいたします。いいですか。皆さんこんにちは、横島と言います。今回パートナーズ品川の会を設立の準備会の一応代表世話人をやっております。今日は皆様にお集まりにいただきまして誠にありがとうございます。この会の設立の目的と、それから今からやりたいのは会の名称を正式に決めて開始するということを皆さんにあのご承認いただきたいということになります。原稿を書いてきたんですけれども、松原先生も阿部先生も、それからこれからお話しされる米山先生もコロナの話をいろいろされて、今コロナが大変な問題になっているわけですけれども、このコロナによって分かったことは、今の政治が私たち国民に全く目を向けてない政治になってしまっているというのがあからさまになったことです。こうした今の政治に対して、何とか変えなきゃいけないとかおかしいだろうと思っている人たちがたくさんいらっしゃると思います。しかしそういった声をどこに伝えていいのかとか、誰に言えばいいのか、そういった声を使えるところがないと思われて、結局は声を上げることもできずに終わってしまう人たちがほとんどなんです。そういった人たちの声を私たちは少しでも、一緒になって、伝えられる、そういった活動をしようというふうな形で、立憲民主党が党の本部組織として立憲パートナーズというものを立ち上げております。この立憲パートナーズというのは、ここの、書いてある、政治と私たちの距離を近くする、こういう目的で、作ったネットワークになります。私たちはこの品川にはまだこの立憲パートナーズ本部と共同して、ああやっと動きました。というわけで、じゃあ、その後また皆さんとあのご利用いただきたいと思います。お願いします。あ、映ってる。大丈夫、もう大丈夫。はい、先生お願いいたします。はい、どうもちょっとあの立ち上げることに全力を尽くしてですね、その他のファイルが開いてないので、ちょっとだけあのお話ししながらお待ちください。だからあのお話ししながらなんですけれども、本当にあの今日はこの素晴らしいキックオフミーティングにですねご招待いただきましてありがとうございます。ね、あのまあ新型コロナもう今だいぶ報道されてますからね、皆さんもいろいろご承知のこともあろうかと思うんですけれども、まあ、その知識を整理しながら、しかしまあこれからのことということでお話もさせていただきたいと思います。ね、ちょっと待ってくださいね。今あの私あの雪の景色映ってますよね。はい、映ってます。はい、あのもちろんあの新潟も雪ではなくてですね、いや、雪では全然なくて、あのもちろん大丈夫なんですけどね、はい、ね、画面の共有をした、その画面共有ってできますか、あのパワポを使いたいんですけれども、あの画面共有の方はそのホストの方が画面共有を
オフにしてるんだと思うんですが、はい、これで出てきますか。これでいきます。聞こえてますか。もしもし。はい、今共同ホストにしましたんで画面共有できると思います。はい、聞こえてらっしゃいますか。はい、聞こえてます。もしもし。はい、聞こえてますよ。聞こえますか。聞こえますか。こんにちは。はい、こんにちは。聞こえますか。聞こえますか。聞こえてます。先生、聞こえますか。画面そうなんですね、フリーズしてるんですね。画面はフリーズしてます。でもそうしましたらあまり画面にこだわらずにじゃあお話しさせていただこうと思います。お時間もね、皆さんあると思いますので。大丈夫ですか。これお声聞こえてますか。はい、聞こえてます。聞こえてますよ、はい、聞こえてます。はい、では大変すいません。お時間がかかってしまいまして、画像もちょっとね、画面共有もできなそうなので、ちょっとこう、せっかくお聞き入れに集まっていただいた皆様には、ご不明をかけてしまいますけれども、では、基本的には音声でではお話をさせていただこうと思います。はい、では新型コロナウイルス感染症についてと、まあ、今後 のアフターコロナということでお話をさせていただきます。ちょっと時間が、ね、だいぶ詰まってますから20分ぐらいでさっと行こうと思います。で新型コロナ対策なんで、新型コロナウイルス感染症なんですけれども、これまあ、もう本当に報道でよく言われていることだと思うんですが、もともとということですと、まずコロナウイルスって医者の世界では極めてメジャーな、ごくごく、まあ、ある種普通の鼻風邪のウイルスだったわけですし、ね、それをこの、じゃあ、だからそのコロナって、コロナはインフルエンザだみたいな、ただの風邪だっていう人いるんですけれども、そうかっていうと、それは全然違います。ね、何が全然違うかっていうことなんですけれども、これ、まあ、厚労省が医者向けに新型コロナウイルス感染、診療マニュアルっていうのをね、これ出してるんです。ね、それはなぜかっていうと、例えば私なんかもね、それはもちろん医者で診療もしてるんですけれども、全然コロナなんてそれは見たことないわけですよ。まあ多くのお医者さんは、実のところ、皆さん、やっと復活しましたかね、実のところ、コロナって見たことないんです。すみません、もし画面の共有ができたら画面の共有をお願いいたします。ね、その中で、インフルエンザって、まあ、そうですね、何が一番違うかっていうと、やっぱりその無症候感染者の数っていうのが、まあ、大きく違うんでしょうね。そのインフルエンザは実は無症候感染って決して多くないんですよ。 10% 程度なんです。でところがその新型コロナって実は無症状感染者が 60% も60最大で 60% もいる。だから非常に無症状感染が多いんです。ね、これって逆に言うとですね、実は新型コロナってなっても何でもない人がすごく多い。でなったからっていって本当にこう皆さんすごく怖いんですけれども、実は多くの人は無症状であったり軽症なんですよ、ね、だからこそ広げてしまうんです。でそういうふうに無症状の方がすごく多い一方で、致死率っていうと、これもいろんな推計があるので難しいんですけれども、インフルエンザの致死率っていうのは 0.1% に対して、新型コロナの致死率って3から 4% もあるんですよね。で、3% って、
これ結構な数字で、だってあの100人かかったら3人亡くなるってことですからね。それって、ね、あの確率 3% のロシアンルーレットって、そうかなり怖いんじゃないですか。だからその新型コロナの極めて特徴的なのって、あのものすごく無症候な人と、で突如あの、しかも突如ですね、割に突如状態が悪化して致死まで、死亡まで至る人が混在しているっていう病気だっていうのは極めて特徴的なんです。で、疾患そのものとしては、まあ、実は言われているほどなんていうか特殊ではないんですよね。まあ、ある種あの疾患そのものの重症例に限って言えば、インフルエンザだってこういう重症はあるんですけれども、なんていうかこの数字の配置って言いますかね、無症候者がすごく多くて、なのにあの一定程度の人が結構な割合でものすごく重症化してあの亡くなってしまうっていうのが、もうこう現代生活を、現代社会をピンポイントでついてきたウイルスみたいなところがあるんだと思います。これ今聞こえてますかね。聞こえますよね。ありがとうございます。はい、聞こえてます。ね、あのちょっと例えは悪いんですけれども、対人地雷ってあるじゃないですか。これは本当に例えが悪くて恐縮なんですけども、対人地雷ってあの本当にこう非常に嫌な例ですけれども、むしろこう威力をすごく強くはないんですよね。そのむしろこう人を完全に殺傷しない方が、その人を助けなきゃならないから、その相手のこう戦力を削げるから、むしろこうちょうどよくこう爆発力を抑えてるみたいなところがあって、それが相手の戦力を削ぐみたいなところがあるんですけれども、もう新型コロナって本当に何ですかね、この都市化した現代生活にもろにこういう弱点をついてくるみたいなウイルスだったんですよね。そのかなり無症候な人がいるから相当広がってしまって、ところがその中で一定割合の人があの重症化して、しかも死亡まで至ってしまうから、医療機関がどんどん満杯になってしまって、でそれがこう今度は社会的なある種のパニックみたいなものを引き起こしていくっていう状態で、まあ、こう本当にこうあれですね、医者の視点から見るとウイルスと人間の戦いみたいなものの中で、本当にこう一回人間がウイルスを制圧したと思って、ウイルスがなんかね、感染症を制圧したと思っていたら、こう弱いところを本当についてきたっていうね、あのウイルスなんだろうなというふうに思います。で、今その、まあ、3% ぐらいの致死率って言いましたけれども、で多くの人が軽症って言いましたが、これもね、だいぶこう臨床あの症例が集まってきましたから、数字として出てきている、これも厚労省が出しているんですけれども、大体かかった方の 80% の方は実は軽症のまま治癒してしまいます。発症から1週間程度治癒してしまいます。でところが 20% の方はやっぱりあのかなり苦しくなる、中等症から中等症になるっていうことですね。で、まあ、これが、まあ、あのよく最近だと話題なのが綾瀬はるかさんみたいなね、そんな感じで中等症になります。でこういう人たちをまあ入院するのか、入院できるのか、それとも自宅療養なのか、大きな課題になるんですけれども、そこからでもさらに 5% の人はやっぱり入院、本当に入院が必要な集中治療みたいなのが必要になって、そして 3% が亡くなるっていうですね、状況なので、これまあ要はこのまま放置すれば、それは必ずある程度その感染が拡大して、そしてもう医療機関は逼迫するっていう状況になっているんだと思います。ね、そんな中でですね、もう実はそのスライド50枚のパワーポイントを用意したんですけれども、すごい端折ってお話しすると、まあ、その中でまあ感染が増えて減って増えて減ってってことを起こしてきたんですけれども、あの今じゃ あのご承知のようにものすごく感染が広がって、そして、まあ、あのこう、まあ医療体制が逼迫しているという中で、じゃあたった今どうなっているかという話になるとですね、これたった今という話をするなら、おそらくですけれども、多少なりともピークアウトしているということなんだろうと思います。ね、これね、あの感染の陽性者数というのの一番のピークはおそらく8月の10日ぐらい。であとその実効再生産数っていう、まあ、これもね、もう非常に有名になった数字ですけれども、1人の患者さんが
何人の患者さんを生み出してしまうかっていうね、その治るまで 何人の患者さんを生み出してしまうかっていう実効再生産数のピークはですね、8月1日ですから、おそらく8月1日で感染のピークは迎えて、その後その患者さんは遅れて出ますから、その患者さんの出てくるピークも迎えて、で今実は重症患者さんが一番ピークっていう形で、そのまま順調にいけばおそらく減ってくるんだろうなとは思います。でもこれはですね、ちょっとこう何が起こったかっていう見直すと、それはね、もちろんデルタ株ができて、それでそれ各国に広がったんですけれど、各国でみんな感染が広がったんですけれども、ことを日本において言うならば、やっぱりそれはオリンピックが極めて悪い影響を与えたっていうのはね、これはもう否めないんだと思います。8月1日ってオリンピック真っ最中ですからね。でこの時は一番その感染を広げているっていう、一番、先行的指標っていうか、経験上は後から出てくるんですけれども、指標としては、一番その時の感染状況を示す指標がその実効再生産数なんですが、これオリンピックの8月1日に本当にピークで、その時 1.8 倍ってすごい、 1.78 とかですので、それは本当にすごいわけなんですよ。ね、それはもう品川区の、皆さんですから、よくご承知のように、私は法律事務所が実は新宿3丁目でですね、しかも新宿2丁目の結構怪しい界隈に近いんですけれども、もうオリンピックの最中ってもう本当にお店開いてましたよ。深夜まで開いてて、2つに1つは言いませんけど、3つに1つぐらいの割合でお店開いたんじゃないですかね。で本当にね、もう飲み歩いてる人が随分いたっていう、それはまあ感染も広がるでしょうっていう状況だったわけです。でその後政府の対策がすごく功を奏したって、特に菅さんって何もしてませんから、政府の対策がすごく功を奏したかっていうと、そんなことはちょっと思えなくてですね、おそらくこれは、あまりにも感染が広がったっていうことが報道されて、みんなもう怖くなって、ね、感染がこう、ある種収まってきたっていうのが実情なんだろうなというふうに思います。でこれは実は一定の示唆を与えていて、今本当にじゃあどうするんだと、この感染どうするんだってことになってますけれども、で医療体制を、整備をしなきゃいけないってなっていて、もちろん医療体制整備しなきゃいけないんですけど、何せこの感染症って数として実効再生産数が 1.1 とかならいいですけれども、 1.2 とか3とかを超えたらもうそれはどんどん患者さん増えちゃうので、何したって追いつかないんですよ。で逆にこんなやっぱりこの本音ってたなんですけれども、怖いって思ったとか途端に結構実効再生産数落ちるわけです。先ほど言った通り、要は無症候感染の方が出歩かないっていう状況を作るが出来上がると、さっきまでものすごい勢いで増えたのは突然シュッと減るみたいな、こうまさにこう最初のところで言ったこの現在社会の弱いところをついたウイルスであると同時に、その現在社会がこう今度はじゃあ怖いって言ってこう現在社会っぽくなくなった瞬間にスーッと消えるみたいな、そういう特徴が、あるんだと思います。そうすると対策として、実は本当に、私菅さん本当に良くないよなと思ったのは、きちんと国民に今どういう感染状況でこのままいったらどうなって、でもだからどういうふうに抑えてくれたら収まるんですよっていうのね、その実は数って抑えられるんだと思うんですよね。で今後の対策って実はそういうことが一つのキーになっていくんだろうなっていうふうには思います。ね、もう本当時間ないんで、もうここまで、すいませんね、本当50枚用意したスライドがわずかこれはちょっと見つかった縮められてしまったんですけれども、そういう状況を踏まえて、じゃあアフターコロナってね、今後じゃあコロナどうなるのかっていうことなんですけれども、まず最初にこれも用意してたんですけれどね、やっぱりそれはこうコロナ対策競争みたいなものが今後起こっていくことになるんだと思うんです。ね、ちょっと待ってくださいね。実は日本は、これもあれ、ちょっと待ってくださいね。
ちょっと日本は昨年までってすごくそのコロナ対策ってうまくできてた国だと思うんですけれども、それがこう今年の対策によってこの状況によって、まあ、全くこううまくいかないっていう状態になっちゃったわけなんですね。ちょっと待ってくださいね。そしてこのコロナってもう今ほど言ったようにある程度の対策ができればもちろん終わりますし、あとそのこれもねご承知の通りといいますか、ワクチンを打てばそれは各国である程度終わっていくわけなんですね。日本は菅さんとかが言ってる10月末っていうのは、菅さんとか今政府が言ってる10月末っていうのはあるそのちょっと楽観的に過ぎるだろうとは思うんですけれども、12月末っていうならそれはもう今のペースでいく限りおそらく終わるわけなんですよ。でそれって日本に限らず全世界が一緒 で、そうするとその全世界でなんていうかこうコロナ 対策がいかに早く終わったか競争みたいなのが起こるんだと思います。で同時にその終わった後に何が起こるか、まず国内で何が起こるかっていうと、私弁護士やってますけれども、今もうやっぱりこう耐えきれなくなった倒産とかその失業とかでだいぶ出始めているわけ、出始めているわけなんですけれども、この政府も同じように支援ってし続けられないわけじゃないですか。今結構実は支援って実はそこそこ手厚い、遅れてますけど手厚いと思うんですけれども、これできなくなってくるんだと思うんですね。そうするとなるべく早くこう なんていうか正常に復帰して、なるべく早くこう支援をこう支援からこう自立的経済に置いていかないと、こうひたすらお金を出し続けてるっていうのは、そのインフラ圧力も世界中でインフラ圧力かかりますし、財政も非常にこう負担がありますから、それ続けられないと。で一方で早く回復した国っていうのは、回復したらそれは世界的な需要も回復してきますから、こう世界市場を、取れるっていう、ちょっと長い話になっちゃいますけれども、中国なんかでも明らかにそれを目指してやってるわけで、世界市場を取る競争みたいなものがね、始まるんだと思います。でそうするとじゃあいかにそれに対応していくかということが、本当にアフターコロナの課題になるかと思います。でその課題はじゃあどう解いていくかってことですけれども、まずもってそれはきちんとしたコロナ対策こそが最大の経済対策って言いますかね。今までずっと経済対策やってきた中でどれも失敗してきたっていうことなんだと思うんですけれども、こうたくさん積み残した気が課題をきちんと解いていくっていうのが、まさにこれから の話題になろう、これから そのアフターコロナのまず最初の課題だと思います。でそれはまず最初はコロナをワクチン打つことですけれども、これも報道されている通り2回で終わらないと、3回4回ってしていかなきゃいけないわけですから、継続的にそれをフォローしていく、そういう体制を作らなきゃいけない。でまたそのすっかりみんな忘れちゃってますけれども、今まで言った通りそれは医療とかワクチンも重要なんですけれども、コロナって基本的にはこう接触の制御ですから、でこれ本来最初が接触確認アプリとか疫学とかでやっていくはずだったわけ で、それがうまくできればそれは非常に効率的にできるわけなの で台湾とかでうまくやってたわけなので、それはデルタ株は出たにせよ、この IT をきちんと利用したその接触制御っていうものの制度をもう一回作っていくっていうのがあるんだと思います。でまたあれこれ大丈夫ですか、終わってから聞いておきますっていうのは、なんかもしかして全然皆さん聞こえてないですか。いやいや違います。チャットで今先生のファイルが、欲しいと、はい、後日欲しいと。そうですね、はい、お送りいたします。ありがとうございます。一生懸命用意したものがありますんで、ね、ありがとうございます、はい、でそれをすみません、